成績優秀者だけが入るこれが They administered under the auspices of the Institute for International Business Communication, issued in May 2019. この結果発表していきましょう。点数は、Hello there! 始まりました、もじゃチャンネルです。今回はですね、TOEIC の運営元、IIBC、国際ビジネスコミュニケーション協会か。はい。ですね、The Institute for International Business Communication というですね、ところがあるんですけども、そこから届いた、その3つのものを紹介したいと思いますね。まずはですね、前回の TOEIC の、ね結果ですね。そして、次の、受験票ですね。受験票が届きました。で、そして、プラスしてですね、そうです。これですね。まあ、知ってる人は知ってるですね。トイックのですね、成績優秀者だけがもらえる、これが届きましたので、それを見ていきたいかなと思います。ですね、まあ、受験票と結果のやつは知ってると思いますので、これを開けたいと思います。まあ、もらったことある人は、見たことがある。これ、何なのか。よっ、はい、あれこんなここに入ってる中はい、じゃんじゃんと、来ました IIBC Award of Excellence というやつですね。はい、これを受賞しましたね。はい、いますね。2018年度のやつですね。こんな感じです。こんな書いてあるんですけども、で、For your outstanding performance in your English language skills through the secure problem of the TOEIC listening and reading test and TOEIC speaking and writing tests で、このセキュアプログラムっていうのがですね、あの公開テストのことです。IP テスト、インスティチューショナルプログラムですね。で、2018 They're administered under the auspices of the Institute for International Business Communication, issued in May 2019. The Institute for International Business Communication This document is not the official school certificate. Auspices, そんな枕言葉みたいな最初のやつついてですね。はい。で、TOEIC テストっていうのは TOEIC Listening and Reading Test とおよび TOEIC Speaking and Writing Test の総称。TOEIC Speaking and Writing はテストなんですね。なるほど。別のテストになって。まあ、スピーキングだけで受験できるので。で、同封内容、IIBC Award of Excellence 一部、IIBC Award 対象者詳細、2018年4月から2019年3月の公開テストを受験され、下記スコアを取得された方ですね。TOEIC Listening and Reading Test で800点以上ですね。Listening は375点以上、Reading は425点以上を獲得していること。で、Speaking は160点以上、Writing は170点以上ですね。はい、そして、結果発表ですね。はい、TOEIC の結果を見ていきたいと思います。はい、気になる TOEIC の結果発表していきましょう。ますね。点数は、まあ、ちょっと Twitter とかね、見ちゃった方はもう知ってると思いますが、こちら。980点ですね。満点ではなかったです。残念。そして、アビリティーズメジャーですね、気になるどういう結果だったのかっていうのが、はあ、なるほど、こんなだったんだ。さあ、まずはリスニングですね。
94100193ね、2問ぐらい間違えたんですかね。じゃあ続いて、つまりまあこれ496点だったんで、続いてリーディングですね。さあリーディングは10点減らされた。リーディングはこれ100100100 92100ということですね。自分の自覚があった間違った2問のみですね。ああそうか、まあ、2問間違ってても満点が出る回はあるんですけど、2問間違ってそれで10点なんで、おそらく満点、今回は全問正解してないと満点が出ないという回だったと思いますね。まあ分かりません、他にですね結果出てる方ですね、まあコメントしてて、あでもそうです、フォームって複数あるので、同じフォームのですね、とは限らないので、フォームが違えばですね、この正解数も違うので満点取れるやつですね。いやまあ、ああそっか、いやパート7簡単だったんですよ今回だから、うん、ずいぶん早く終わったんですけど、ああパート5にもちゃんとね見直してくれたったなっていう感じですね。はい、また次回ですね5月のトイックも受けますので、頑張ろうと思います。はい、皆さんも一緒にですねトイック今日頑張りましょう。はい、Thank you for watching、ご視聴ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.